エールクワイヤーは愛知県名古屋市を本拠地とする男性合唱団。1946年6月名古屋市昭和区桜山の日本キリスト教団東海協会を拠点として創立された。1950年の第3回全日本合唱コンクール全国大会一般部門に東海支部代表として初出場し、その後1960年の第13回で 山田正宏の指揮により初優勝した。1964年の第17回から1966年の第19回まで水谷翔平の指揮により3年連続優勝を達成し、翌年の第20回では同コンクールで招待演奏を行う。この頃が東海メールの黄金期とされる。しかし、黄金期は長く続かず、技術変調に陥った結果、 1969年の全日本合唱コンクール中部支部大会において審査員であった高田三郎から東海メールには歌の魂がないと告表され全国大会出場を逃した。これを機にダンは分裂し人工の時代が久しく続いた。この後常任指揮者には稲葉雄三、植松春、長友博信等を迎える。1973年に 他の有力合唱団と語らって日本男性合唱協会を設立し、その事務局を引き受け、会の活動に積極的に貢献している。1989年から常任指揮者制を廃止、以後は独自の演奏会を中心に活動を行う。楽譜の出版事業も行っており、主に東海メールの移植した男性合唱曲を複数出版している。現在では、 全国の合唱団が行っていることの多くは、東海メールが宣弁をつけたものである。1958年、東海メールは、日本人は、日本人の死による曲を歌うべきだと主張し、同年の定期演奏会では、法人作品が3ステージと、当時の合唱演奏会では、画期的な企画を試みた。翌年は、清水治への移植作品、 宮沢賢治の五つの歌が移植の第一号となった。1960年には、清水に、大手、拓司の三つの詩、大中音に、春章寛会を、移植、定期演奏会で、移植作品を並べるほか、全日本合唱コンクールでは、大手、拓司の三つの歌から、白い日の姿を、自由曲とし初優勝を果たした。1964年の清水への移植作品。 コンクール自由曲、知恵故障巻末の歌6種は非常に見事な演奏で作曲家もコンクールを通して作品を作っていくというか、コンクール自体が作曲家に非常な意欲を与えていた最近の移植曲は非常に難しいのが多いんですが、この頃ですと割合どの団体でも歌えるような形でしかもいい音楽でしたから一つのピークではなかったかなという印象ですねと評され、 移植作品の多くは男性合唱のレパートリーとなっている。常任指揮者制の廃止に伴い、以後の演奏会は自分たちの企画による自分たちが責任を持つ演奏会、参加したい者だけが練習し、演奏会に責任を持つ方式で行うようになった。1年前に演奏会の企画を提示して参加者を募集し、演奏会の企画に賛同した者が会費を収めて、 練習に参加するという方式に基づく演奏会の最初は1990年に石井館を客演に迎えて石井自身による作品、式の演奏会で始まり翌年にはかつて東海メールを酷評した高田を迎え高田の厳しい指導に向き合い東海メールは再生する以後の東海メールは高田作品が活動の柱となっていく高田作品と並ぶ もう一つの柱が北欧作品である。1995年にフィンランドから帰国したばかりの松原センブリを客演に迎えて北欧作品で一ステージを構成する。松原の指導により、東海メールは1997年にエストニア、フィンランドへの演奏旅行を観光、以後たびたび北欧への演奏旅行を行い、2004年の定期演奏会では、 エストニア国立男性合唱団の指揮者アンツソーツを客演に招いた。北欧作品との出会いは日本の合唱曲を多く歌ってきた東海メールにとって別次元の技術的革新と感性を研ぎ澄ませた。ありがとうございます。